それでは、オーディション1日目、情熱のレビューを始めます。トップスターを目指して、歌って、踊って、奪い合いましょう。わかります。レビューはすでに始まっています。そう、歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。最もきらめいたレビューを見せてくれた方には、トップスターへの道が開かれるでしょう。あの星のティアラを手に入れて、トップスターになるのはどなたでしょう。わかります。でも必死ですよね。だって舞台少女ですもの。普通の喜び、女の子の楽しみ、全てを焼き尽くし、遥かなきらめきを目指す、それが舞台少女。その覚悟があなたに。落ちればレビュー終了です。止められません。朝も一人じゃ起きられない。主役になれなくてもいい。そんな方はお呼びではありません。さあ、お引き取りを。オーディション1日目終了します。わかります。オーディション1日目終了します。愛情カレンさん、あなたのオーディションへの参加が認められました。ポップスターを目指して、歌って踊って奪い合いましょう。なお、このオーディションは極秘につき、公害無用です。誰かに話したりしたら罰金。わかります。参加しちゃいましたからね。舞台少女にはそれぞれの個性があり、その中からトップスターを選ぶためのオーディションです。トップスター、それは運命の舞台に立つ者。無限のきらめきを放ち、時を超えて輝き続ける永遠の主役。それではオーディション2日目、渇望のレビューの開演です。トップスターを目指して、歌って踊って奪い合いましょう。オーディション2日目終了します。彼女がなぜ初めから選ばれてなかったのか、わかりました。二人で一つの運命。わかります。それではオーディション3日目、誇りのレビューの開演です。わかります。わかります。わかります。萌え盛んような人の劇場は少女を稼働したあまりがわかる。わかります。それではオーディション4日目、嫉妬のレビューの開演です。ヤヌさん、オーディション4日目終了します。わかります。オーディション5日目、約束のレビューの開演です。トップスターを目指して、歌って踊って奪い合いましょう。オーディション5日目終了します。わかります。本番は、ダイバナナさん、眩しいですか。わかります。レビュー、それは歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。舞台少女のきらめきを感じれば感じるほど、照明機材が、音響装置が、舞台機構が勝手に動き出す。芝居に、歌に、ダンスに、舞台少女のきらめきにこの舞台は応じてくれる。最もきらめいたレビューを見せてくれた方には、トップスターへの道が開かれるでしょう。運命の舞台に立つ者、無限のきらめきを放ち、全ての才能を開花させ、時を超えて輝き続ける永遠の主役。わかります。ですが、あなたの望む、どんな舞台に立てるとしても、あなたにもあるでしょう。眩しい舞台が、触れたくても二度と届かないきらめきに満ちた眩しい舞台が。眩しいですか。わかります。オーディション参加しますか。わかります。おめでとうございます。眩しいですか。オーディションに合格したのは、ダイバナナさん、あなたです。
トップスターになったあなたが望む運命の舞台とは？良いでしょう。おめでとうございます。オーディションに合格したのはダイバナナさん、あなたです。ではナナさん、トップスターとなってどんな舞台を望みますか？もう何度目か分かりませんが、良いでしょう。舞台少女がトップスターになる瞬間、奇跡ときらめきの融合が起こす化学反応、永遠の輝き、一瞬の燃焼、誰にも予測できない運命の舞台、私はそれが見たいのです。わかります。レビューさん、Enchanting stage performances with songs and dances。 日本語の方が良いですね。わかります。レビュー、それは歌とダンスが織りなす魅惑の舞台。これから始まるオーディションで最もきらめいたレビューを見せてくれた方には星のティアラが与えられ、トップスターへの道が開かれるでしょう。運命の舞台に立つ者、無限のきらめきを放ち、全ての才能を開花させ、時を超えて輝き続ける永遠の主役。オーディション参加しますか？わかります。これで全てのオーディションを終了します。わかります。トップスターの誕生にはそれなりの燃料が必要ですから、そこまできらめきが残るなんて予測できませんでした。そこであなたにもう一度チャンスを。次のオーディション、場所は日本。オーディションで最もきらめいたレビューを見せてくれた方にはトップスターへの道が開かれるでしょう。全てをなくした舞台少女、何が起こるか誰も予測できない運命の舞台、私はそれが見たいのです。では手続きはこちらで。いつかあの子と戦うことになった。オーディション6日目、孤独のレビューの開演です。トップスターを目指して、歌って踊って奪い合いましょう。きらめきの再生産。オーディション6日目、終了します。急上昇ですね。運命の二人ですか。わかります。I see。 オーディション7日目、絆のレビューの開演です。オーディション7日目終了します。オーディション最終日ですね。わかります。わかります。飛び入り参加された方がいらっしゃいまして、スケジュールの調整が必要になりました。ここまでの結果で合格する可能性があるのはあなた方上位4名。そこで最終日は2人対2人による特別公演、レビューデュエットを開演します。では天童麻耶さん、選択希望舞台少女は？では神楽光さん、選択希望舞台少女は？レビューデュエット。わかります。レビューデュエット終了します。最終オーディション、悲劇のレビューの開演です。トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。わかります。わかります。神楽光さん、あなたが今回のオーディションの合格者です。これで舞台少女たちのきらめきはあなたのもの。燃料はくべられ、炉に火が灯りました。あなたが望む運命の舞台とは？舞台には胸を熱くし心を焼く大量の燃料が不可欠。それをあなた一人で？わかります。これにてオーディションは終了。運命の舞台の開幕です。少女歌劇レビュースターライト。
わかります。永遠に積み上げては崩され、また繰り返す終わることのない舞台。この舞台に必要なきらめきを他人の分まで肩代わりした死せる舞台少女の食材。これが彼女の選んだ運命の舞台。また飛び入りですね。わかります。セリフが止まる、舞台が途切れた。なぜ私が見ているだけなのかわからない？わかります。舞台とは演じるものと見るものが揃って成り立つもの。演者が立ち、観客が望む限り続くのです。そう、あなたが彼女たちを見守り続けてきたように、私は途切れさせたくない。舞台を愛する観客にして、運命の舞台の主催者、舞台少女たちの永遠の一瞬、ほとばしるきらめき、私はそれが見たいのです。そう、あなたと一緒に。わかります。終わりのない運命の舞台、結末の続きが始まる。運命の舞台の再生産、飛び入りした舞台少女が結末の続きを始める。舞台少女による化学反応、予想もつかない舞台。これこそ私が見たかった舞台。わかります。このオーディションに合格した方にはトップスターへの道が開かれ、運命の舞台に立つ資格が与えられるでしょう。はい、もう少し声を張っていただいてもよろしいでしょうか。わかります。より強いきらめきを放った者が舞台を支配し、上掛けを落とされたらレビューは終わる。オーディションですから。わかります。舞台の中心、ポジションゼロ。オーディションの合格者はトップスターの資格を手にし、知っていれば飛び込まなかったと。立ちたい舞台がある、なりたい自分がある。だから恐れを抱きながらも新たな舞台を求める。新鮮なる情熱、飛び跳ねる覚悟。舞台少女のきらめきに照明が、音響が、舞台が応えてくれる。私はそれが見たいのです。ぶつかり、いさかい、すれ違いながらも結ばれてゆく絆。だが引き離され、二度と会えなくなってしまう悲しい物語。星の光に導かれる女神たちの物語、それがスターライト。あなたたち清少音楽学園99期生が演じる戯曲、同じ演目を3年間演じることで戯曲の理解を深め、舞台の完成度を高めていく。ダイバナナさん、本番5分前です。再演という名のロンドを、ロンド、これであなたの再演は途切れました。オーディション最終日です。スターライトそのものですが、戯曲スターライトは作者不詳。あなたたちが終わりの続きを始めたならば。わかります。わかりますか。わかります。始まります。観客の望む新章の続き、舞台が求める新たな最終章、ワイルドスクリーンバロックを。